This. 1절에서 5절 말씀입니다. 요한의 복음서 17장 1절から 5절 교독을 までです。하도록 하겠습니다. 1예수께서 節ずつ読이みたいと思말씀을 います。하시고 눈을 들어 하늘을 우르러 보시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与영생은 え곧になったからで유일하신 す。참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であな같이 たの栄봅니다. 光を아버지여 창세 表しまし전에 た。내가 今、아버지와 父を함께 御そばで가졌던 私を栄영화로서 光で輝かせてくだ지금도 さい。아버지와 함께 世界が나를 存在する前に、영화롭게 ご一緒にいて持っ하옵소서. ていました、아멘. あの栄光で축복을 선하게 輝かせてください。실천하십시오. 당신은 세계 살릴 선교사입니다. 그 황무한 땅을 기업으로 누리십시다. 할렐루야. 우리에게 영원히 부를 이름이 있다면 예수는 그리스도십니다. 지난날도 계셨고 지금도 계시는 그리스도. 그래서 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 동일하시다 말씀했습니다. 지난날 그리스도로 말미암아 キリ은혜를 ストによっ받았다면 て恵みを오늘도 그리스도 受け그た이름으로 私たちは、말미암아 今日も천국의 은혜와 キリストに축복 よっ속에 て들어가는 最高の천국의 祝이름 福の中되기를 に주의 이름으로 축원합니다. いていただきたいと思います。하나님의 말씀은 언약의 책입니다. 神の御言葉はと 우리 하나님은 契約언약의 の하나님이고요. 우리는 그 御言葉언약의 で、백성입니다. 반드시 하나님은 언약의 必백성인 ず하나님의 자녀에게 神様は말씀을 주시고 御言그 葉をくださ말씀대로 り、언약의 その백성인 御言저와 葉の通りに여러분을 이끌어 가시게 成되었습니다. 就されるま그래서 で、창세기 18장에 私た보면은 ちを導いてく하나님께서 ださい아브라함에게 ます。먼저 주신 말씀들을 最알리시겠다, 初주실 アブラハムに말씀들을 御言葉を알리시겠다 말씀하고 있습니다. 선지자에게 お伝えにな말씀을 っ먼저 た、알리시고 그また預言말씀을 者に이루어 真っ가심을 先に성경을 伝え통해서 て、우리에게 이야기를 하고 있는 것입니다. 그렇다면은 우리가 어떤 일을 당할 どん때든지 なことはあ무슨 일을 っ할ても、때든지 どのことをしとて우리의 も、이런저런 많은 문제와 사건 さまざ앞에서도 まな問늘 題항상 の中にい가장 먼저 확인해야 る될にもか부분들이 からず、있습니다. 必ず真っ先어떤 に確認면에서 し우리가 ておく기도도 べきこ합니다만 とは、기도 이전에 먼저 확인해야 될 부분들이 있습니다. 그것이 바로 말씀에 祈りも무엇이라고 そうです말하고 けど、있는가? 祈りの前말씀을 に통해서 御言葉하나님께서 を通し우리에게 て、무엇이라고 神様말씀하고 が있는가 그 私たち사실들을 に伝えたいこ확인하는 とは것이 何なのか우리を신앙생활의 確가장 認する중요한 ことが、信승리하는 仰生活の中열쇠인 것입니다. で最も重要なこ많은 とです。사람들이 왜 신앙생활을 하면서 大勢の人어렵습니까? が정말 信仰충성되이 生하나님 活일을 にも감당하기 원하는데도 いる왜のにもかかわ처음에는 らず、충성되이 하다가도 또 낙심하고 또 주저앉아 なぜ落버리십니까? 胆して落ち込んだりし말씀이 ますか？무엇이라고 말씀하는가 그 御言葉사실을 が확인하지 못하니까 何왜を伝え열심으로 たい열심을 내다가 어느 という날のか또を確주저앉게 認되고요. できないの또で、힘이 없어서 ある意味ま결국은 た落ち込んだ하나님의 り、축복된 응답의 역사들을 その祝놓치게 福を되어지는 것을 逃보게 し됩니다. てしまいます。그래서 우리는 항상 먼저 なので私たちは말씀에 必무엇이라고 ず말하고 真っ先계시는가 に御言葉이で사실이 何확인되는 を것이 伝えたいか먼저 を確認す주어져야 ること됩니다. が말씀에 大事なことであ무엇이라고 りま말하고 す。계시는가 그 사실을 확인하면 할수록 그에서 찾아 나오는 確認응답이 すればするほど、의미를 발견하게 その御言葉にある됩니다. 어떤 면에서 意味を진짜 見응답은 つけることができると思います。말씀 속에서 하나님 무엇을 말씀하고 계시는가 그걸 확인하면서 その御言내게 葉を確왜 認し이て、일을 하게 なぜ되는가 의미를 私たち발견하게 に될 때에 このことを그게 참된 して、응답입니다. させてく그래서 ださ의미를 るのか、발견하게 その意되면 味그を사람은 기도하지 見말라 つけれ해도 ば、기도 24その속에 祈りの들어가게 되는 거죠. 24왜냐? 의미를 に아니까 入ることはできます。하지 なぜ말라 ならそ해도 の意味を기도 知っている24の속에 で、들어가게 되는 것입니다. その祈りの24に오늘 우리가 예배 중에 入る열성사를 ことに위한 특별 なり훈련이 ます。있습니다. 세계 리더스룸의 세계 렘넌트 대회
今回또夏하나にレムナント대회를앞두고매년世界마다レムナント大여会름이を되면은우리가함께迎기도えて、하면서毎부대年를놓고その前기도に하는시간을가집니다恒大のために祈って献金をする時間を持っています。ただ献金するんではなく、ただ祈るんではなく、神様が成し遂げることが何なのかを確認して、その意味を見つけるによって、意味がある献金になっていただきたいと思います。理由のある献金をする際、それが光の経済としてつながっていきます。ただ献金するのではなく、御言葉を持ってその伝え、御言葉が何なのかを見つけるよう祝福します。강야40년을결론맺으면서새롭게시작될가나안땅을향해서시작하시면서하나님이모세를중심한이스라엘백성들에게神様がアラノでモセとその民たちに伝えたのが、そのカナンの地に行く、その前に答えをくださって、アラノの40年間で答えをもらえることができるように記録されたのが新明記であります。しかしイスラエルの民人は苦情祭に陥って、その前にサムエルを用意して、またイスラエル民たちをアラノに集まるようさせました。늘블레셋의공격을받았는데블레셋의전쟁이멈추게되어지는그런일들이일어났던것을の攻撃の中にいましたが、そのミスマン運動を通して止めることができました。그게바로도단성에서선지생도들을키우고있었던엘리사를통해서일어난일들입니다。またアラムの이스라엘백성들이지게되었는데전쟁에서승리한것이아닙니다。싸우지않고도이겼습니다。攻撃の中でも렘넌트운동을일으킨엘리샤を通して렘넌트운동を行わせりました。또로마를복음했던바울은바로사도행전17장18장19장에보면은해당을파고들어서그시대에또파울을통해로마를복음의활동이17조가17조마데19조마데우리가노미하타라키를놓고그냥기도하는것이아니라한시대시대마다중요한재앙의문제를해결하고神の御働きを見せてくれましたくださいました。그 RUTC 운동속에내가드리는헌금이쓰임받는다。今回の世界レムナント大会に向かって、私が捧げる献金がどのような意味を持っているのかを思って、献金をしていただきたいと思います。世界レムナント大会に RUTC 運動の中心속에서있는바로우리렘넌트라는사실을기억하시길바랍니다。그래서정말로우리가그냥헌금얼마들여서우리후대를위해서쓰임받도록한다그차원의예물이아니라는사실을아셔야합니다。분명한말씀을통해서확인하시고요의미를발견하고드려지는예물을통해서정말우리후대의한시대를사는
その時代を生かすまたレムナントたちが世界の指導者として立てる、その意味ある献金したことを覚えていただきたいと思います。결국은기도24속에들었는데하나님의나라만이루어질것이아니라이루어지는것이아니라우리의모든걸음들이이노리노작품이되어지는24니하이루것도되영원의축복을누리게되어지는것입니다에인노사건이는놓고르오늘또우리를부르신사실을알시고정말로기도의복을누리는저와여러분되기를주의이름으로축원합니다여러분そのいのりの祝福を味わう人がなるよう祝福します。祈りの24ができれば24の中でいる人はどんな問題があってもその問題を見る目が違うと思います。그렇게그렇지않게보는것들은엄청난차이가나게되어있다라는사실을여러분아시아닙니다하나님은우리에게기도의복을누리는사람을주셔서기도24우리기도의복을이노리노축복고누리기를원하시고가지아오손자이토시테소조사레마시타예수님이자신을위해서기도한내용들이오늘본문에나오는데요십자가사역을앞두고나서가장중요한시간표속에하나님앞에자신을위해서기도하는데대제사장적인기도를하게됨을오늘본문을통해서어떤뭐중요한시간이기도24를누렸던하나님様는예수님의모습이기도다것도가아닙니다그리고성경전체를통해서도우리에게말씀하고있는것이예수님의기도는24기도의역사에대해서우리가보게됩니다는놈그래서오늘이노리는24이되는것입니다기도의복을누리는사람들이라는제목인데그기도의복을누리기위해서는祈りを祝福を味わうことができる人であります。당연히우리는예수님하신그기도를따라가야되겠죠그래서오늘먼저첫번째로평상시예수님의기도가어떠한어떠하였는가를한번살펴보기를원합니다먼저예수님은예수님은日常にどんな祈りをしていたのか。새벽아직도밝기전에예수님은마르코일서35세치니イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行きそこで祈っておられた。最も朝方に最も邪魔されない時に神様に祈っていました。またヨハネ福音書6章15節イエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしていました。ただ一人また山に退かれました。と書いてあります。またマタイ福音書14章23節。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。朝方と예수님은바로혼자서기도하는비밀을새벽과밤시간을통해서같이사실을기노리오스말씀하고있는것입니다그옥극이오못되이마시다여러분우리가밤시간과아침시간에지금삼집중에대한기도를夜と朝にする현장에가면은비추는집중을する이노리오경조를시대입니다복음복음이야기하지만현장에가면은복음도이마스가겐반이있대모결국은복음아침에혼자의시간들오간지로도와되기마세모든것을결론내리고대답을가지는밤에혼자의시간들이없으니까낮에나라아사토요른이히토리데이노르문제사건그대로를보게됩니다시간과못되나이노데착각에빠지고결국은その祈りの中のない状態で現場にいてその問題に陥ってしまいます。なので
모든 것을 힘으로 예수 様のように朝に祈りを通して、また夜に行う祈りを通して、深い祝福を味わうその時間が必要となります。それができないので、問題の中で私たちの知らないうちに自分の基準で判断してしまいます。一人でいる時間が大事であります。一人の時間に持っている考え方、どんな状態にあっているどんな状態になっているのか、その一人の時間に深いの祈りに入っていることによって大きな祝福を味わうことができます。その奥義を味わえば、どんな状況にあっても勝利する祝福を味わうことができます。なのでイエス様はただ祈ったわけではありません。マタイ福音書26章36節から46節まではイエス様は決戦を練って行われた祈りが出ています。またマルコ14章やルカ22章にも出ています。イエス様が祈っている際、地にひれ伏して祈ったと書いてあります。つまり最も低い1から神のことだけ見上げて祈っていたことになります。マタイ24章39節に、それからイエスを少し進んでいてひれ伏して祈っておられた。我が父よ、できますならばこの範囲を私から過ぎ去らせてください。イエス様も원하는바가있었습니다그러나나의원대로마옵시고아버지의원대로되기를원하나이다하나님의뜻을私の願うようにではなく、神の御心のように祈っていました。またマタイ6章6節、あなたは祈るときに自分の奥まった部屋に入りなさい。神のことだけ見上げて祈りなさいという意味です。またマタイ6章9節が13節です。皆が崇められますように、また御国が来ますようにと。그러면서이어서마태복음6장31절続いてマタイ福音書6章31節から33節です。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人が節に持っているものなのです。33節です。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。私たちは願っていることがあると思います。しかし、その神の国とその義を求めるその祈りに入る必要があります。私の動機や願っていることではなく、一人のいる時間に神のことだけ見上げる、神の御心を求める
祈りの中に入っていただきたいと思います。それが神の子が味わう祝福であります。神の御心を毎日求める誠な祈りの答えを味わうよう祝福します。イエス様は日常で祈りの24を味わいました。一人で祈ったっていうことは、すべての生活の中で祈りが中心となったということになります。祈りの祝福を味わった人は、祈りの平常時祈祷의비밀이란말은무슨말이냐기도24속에갔다는말이야日常に우리의기도의가장귀중한기준이뭐냐기도훈련중에훈련이뭐냐祈りの中に入ったことです。기도24되어지는것그게기준입니다그럼25응답은따로오게돼있고24に入りますと25は続いて来て、その答えは続いて来るわけであります。創世記39章2節です。主がヨセフと共におられたので、日常で祈りの祝福を味わったヨセフです。ヨセフと共におられたと書いてあります。심지어감옥이라는환경속에들어갔습니다만은그속에서도감옥의中に평상시기도에누린그비밀을그대로가지고있었음을보게됩니다39장23절에보면은간수장은그의손에맡긴것을무엇이든지살펴보지않아야했다무엇이든지살펴보지않아야했다また39章23節です。이런요와께서여범사에하나님께서그를それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。その監獄の長はヨセフに手に任せたことについては何も干渉しなかった。ある意味でレムナたちがその祝福を味わうべきです。何かを任された、その責任者が心配できないように完璧に行う必要があります。そのヨセフがその祝福を味わいました。イエス様の祈りは一人で神の御心を求める祈りであり、また時代を生かす弟子たちを行わせる祈りでした。ダニエル6章10節です。ダニエル6章10節です。王의다른것에절하면은결국은사자굴에집어넣기로신하들의말을듣고조수의도장을찍어서내어보냈습니다그런데스와이스르또시시노조수의도장이찍힌줄몰랐던것이아닙니다그사실을알면서도예전에행하던대로하루세번씩하이스창을열어놓고예루살렘향해서しかし、ダニエルは기도했더라고말씀했습니다무슨말입니까毎日三度神の前に기도의비밀속에들어갔다는사실을이스라엘에向かって祈っていました。총리가되었습니다죽음의위기를당할수있는상황になりました。주변의상황은死の危機にあってもダニエルは기도의양보가없었습니다。ダニエルは祈りに関しては妥協などしませんでした。毎日3度神の御前に祈祷속에있던하나님의사람을하나님은완벽하게책임져주셨다는出ました。その神の祝福をダニエルを味わいました。여러분평상시
기도 24의 응답 속에 들어가서 日常の하나님께맡기될때여러모든것들은日常の祈りに入っていますと、神が私たちのすべてのこう責任を取ってくださいます。2つ目です。イエス・キリストの祈りの内容です。教本部の一節に、父よ、時が来ました。あなたの子が、あなたの栄光を表すために子の栄光を表してください。イエス様は神に栄光を捧げる祈りをしていました。イエスは十字架と復活の遅刻を通してイエスがキリストであることを表して栄光を捧げました。私たちの存在理由は何なんでしょうか。神様は私たちへ通して栄光を捧げ、私たちが祈るたびに神に向かって栄光を捧げる存在にならなければなりません。コロサイ3章17節、あなた方のすることは言葉による行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。何をしても神に栄光を捧げなさい。またコリント第1章10章31節、何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。それはキリストの弟子であります。すべてのことを神に栄光を捧げる、その生活がこの生活に導かれる人が弟子の生活であります。キリストの使命が出ています。今日の本文4節です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、その行われすることは何でしょうか。キリストのことを行わなさい。そのことを通して栄光を捧げなさいということになります。イエス様はこの地に来てどのことを成し遂げたのでしょうか。また誠の預言者として神に出会う道を開き、ヨハネ福音書14章6節のように、神を離れた私の人生は罪と死に、また私の人生はこの罪の中にいるのにもかかわらず、誠な祭司長としてまた来ました。ロマ書8章2節にキリストイエスにある命を御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。またマルコ10章45節、罪のない罪のないイエスがこの地に来て、すべての罪を十字架として解決されました。
人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのため、贖い対価として自分の命を与えるためなのです。まことな祭司長として行ったことです。また、まことな王として、来られました。サタンはこの世に来たのは人間のすべてのことを破壊するためです。しかし、まことな王として来られたイエスはサタンの力を打ち壊しました。ヨハネ手紙第13章8節、またエブリ書2章14節から15節。マギラです。マギラです。マギラを殺し、15節で말씀하고있습니다。悪魔という死の力を持つ者を滅亡し、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。そのサタン悪魔の力を滅亡することができる唯一な存在がイエス・キリストであります。悪魔の仕業を打ち壊しました。そのイエス様が私たちと共におられます。その御言葉によって神のことを栄光を捧げることが、イエスがキリストのことを成し遂げたことです。今日の本文5節に見ますと、父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。創造する前にすでにその栄光を持っている神が、私たち人間を救うためにこの地に人の形として来られました。それがイエスがキリストで通して行われたことです。人間は神の出ないと全ての問題を解決できないので、その私たちの人間を救うためにこの地に来られました。ヨハネ福音書1章10節14節に、言葉は人となって私たちはこの方の栄光を見た。人は神のことではなければなりません。またピリピニ書5節から11節です。ご自分を使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。この私たちを救うために、この人間のこのように来られました。十字架によって新たな道を開かれました。それがキリストであります。そのキリストを信じて受け入る際、神の子供となり永遠な命を持つことができます。祈りの祝福を味わうことができる人は、
永遠の命を受けた人たちです。今日の本文リセチです。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため。永生은뭐냐곧유일하신하나님과그가보내신자예수그리스도를また3節にその永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使われされたイエス・キリストを知ることです。その祝福を味わう資格をくださったのです。ヨハネ手紙第1章5節から12節。神が私たちに永遠の命を与えられということ。イエスのキリストのことを知っている皆さんは永遠の命をいただいた存在であります。その永遠の命を持っているので、祈っている際にその祈りを答える、受けることができます。ヨハネ福音書14章13節に何よって求めることは何でも、また14節に私の何よってまたヨハネ福音書15章16節に私の何よって父に求めるものは何でも、父があなた方にお当てになるためです、と書いてあります。またヨハネ福音書16章24節に、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。キリストによって祝福を受けて答えを味わう権利を与えてくださいました。ヨハネ手紙第1章14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神をその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。そのキリストの名によって祈ることをして、祈りの祝福を味わうことができる永遠な命を持っている存在として呼んでくださいました。その祈りの24の祝福の中に入っていただきたいと思います。その祈りはどうやってするのか。私たちが歩んでいく人生の中で、もちろん問題の中にまた落胆する時もあると思います。すでにイエス様はその旅にそのことを握って、神の御前に出てくるよ道しるべを用意されてくださいました。すでにそのことを解決されました。その信仰を持って神の御前に出ているだけで、また神の奥義を握って、神の
또 다시 군요 우리는 나도 모르게 아지아오요? 나 자신을 보면서 한계에 부딪히고 연약한 건데 빠져요. 그래서 그때마다 또 힘을 내고 진짜 새롭게 승리하라고 어따? 마가다라 앞에 오순절의 역사를 우리에게 보여주셨어요. 소노 몬다이노 나카데 예수님께서 먼저 우리를 향해서 소노 보여주시면서 본으로 보여주시면서 따라오라고 만들어 놓은 느끼다스 것도 되기를요. 그 이정표를 붙잡고 나갈 때나 미치 시르베요. 요이 살 때 승리하게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 주신 그 이정표를 가지고 우리는 예수님을 낙심할 때마다 그다섰다 미치 시르베요 못때 맞는다 안 맞는가 어떤 의구심이 들 때마다 이정표를 확인하면서 또 다시 돌아가서 미치 시르베요 가까이 시대 그게 일곱 이정표입니다. 그리고 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 여러분 이정표를 확인하고 나가기 위해서는 근본적인 힘이 있어야 합니다. 맞다. 저는 미치 시르베요 그게 무엇입니까? 망대 가까이 있는 다음에 예수님께 주신 망대 일곱 가지라고 이야기하는데 저는 야구라가 아리마스 그건 하나님께서 우리에게 주신 힘입니다. 나나츠노 그리고 그 힘을 야구라, 갖게 될 때 우리의 여정에 카미카라 하나님의 인도하심을 받게 됩니다. 아다에 때 이따다 이따 치카라 데 아리마스 마태복음 4장 19절에 말씀하고 있죠. 나를 따라오느라 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되어야 우리가 따라가는 여정이 있어요. 나를 따라오느라 예수님께서 말씀하셨어요. 마가복음 3장 13절 14절 15절에 우리 인생의 여정 속에 엄청난 축복을 처음부터 선언하셨어요. 그게 뭡니까? 요태의 나카데 또 나가서 전도도 하고 오키나 슈쿠고 요이사레 때 우리의 인생의 여정 속에 진세의 승리할 수 있는 축복의 역사를 미리 주셨어요. 함께 있게 하시고 또 나가서 전도도 하고 함께 있는 것만이 다가 아닙니다. 또 나가서 전도도 하고 요이 사례때 그다 사임하시다. 그게 귀신을 내쫓는 근세도 있게 함이합니다. 아까 뭐 여정이 따로 있습니다. 그 여정은 믿음의 내용입니다. 어찌고 믿음의 내용. 어찌고 왔을 만대는 하나님 위에서 주시는 힘이 케인요 한다이때 그다 사임하시다. 힘을 가져야 우리의 모든 삶의 여정 속에 믿음 가지고 승리할 수 있어요. 그래서 믿음의 내용이 뭐냐? 여정 속에 담겨져 있는 것이고요. 소노 그리고 먼저 하나님께서 예수님을 통해서 우리 앞서서 하나하나 흔들림을 알고 그것을 아시고 미리 이정표를 주셨어요. 미치시를 외워 요이 사례 때 따라가면 어디까지 가겠느냐? 로마까지 세계복음화까지 가게 됩니다. 저는 세계 스코인 가마데 여정과 이정표를 놓고 기도하라. 주의 때 입고 닿게 돼 주분 됐어. 망대와 여정과 이정표. 세계교회가 왜 어렵습니까? 한국교회는 왜 어렵습니까? 世界また韓国の教会は なぜ苦しい大変なんでしょうか。なぜ生徒たちは苦しい中で言いますか。イエス様から与えて いただいたものを逃して祈っているからです。イエス様から주신 것 붙잡고 나가기를 바랍니다. 예수様から与えていただいたことを握って살펴보면요우리도모르게祈ってください。유대인들이붙잡고있는것들을우리가붙잡고있을경우가있어마치예루살렘교회가유대인과握っていることを私は握って祈って가슴깊이각인되어있기때문에예루살렘교회에서성교의깃발을어디에시작했습니까안디옥교를통해서성교의시작을하게된사실을보게됩니다우리안에도나도모르게내안에유대인들たちの中で그것을나의기준으로갖고있는것이었어私の知らずに유대인のように그래서우리는유대인이가持っていることを붙잡고기도합니다握って祈っているんではないか確認する必要があります。神の国、それがヤゴラであります。여정을말씀해예루살렘과유대와사마리아땅끝까지여정을말씀했습니다그리고분명히이정표를주셨어요예수님의모든생을통해서우리인생에달려가야될이정표를미리보여주시고그것을따라오도록하셨어요아라카짐에미세테쿠다사리예수님을통해서우리에게주신것私たちに기도속에들어가면ついてくるよ이삼칠나라って言いました오천종족을살리는견증거의응답이여러분개인과가정과산업에이말씀을믿습니다나고센슈족고이카스기도아이정표가테고진이
기도 속에 들어감으로 말미암아 여러분 나를요 하나 응답을 가지고 이노리마스 모든 현장을 살리는 また 스베테노 겐바노 겐바오 이카스 쇼닌이 나를요 축복하시마스. 오직 기도라는 찬양인데요. 말씀하신 이가 하나님이시니 약속하신 이가 내 아버지시니 함께 찬양을 하겠습니다. 기도 제목들 한번 보십시다. 기도의 복을 누리는 전도 제자의 기도입니다. 한번 읽어볼까요? 모든 것에 말씀이 무엇인가를 확인함으로 의미를 발견하고 기도 24의 축복 누리게 하옵소서. 혼자 있을 때 하나님만 바라보는 평상시 기도 속에서 정인의 축복 누리게 하옵소서. 우리의 이익과 경험을 의지해서 판단하지 말고 복음과 하나님의 영광을 위한 선택인지를 생각하게 하옵소서. 일본의 여름 행사를 위한 특별 헌금이라고 제가 일부러 갈로를 넣고 기도 제목을 내놓았습니다. 우리 예배 마치고 나갈 때 보면은 모든 성도들이 기도 제목들 카드를 갖고 가시더라고요. 오늘부터 시작해서 특별히 우리 여름 행사를 놓고 여러분 기도하시라고, 특별히 여름 행사를 놓고 그냥 우리가 헌금하는 것이 아니라 말씀을 통해서 우리가 드리는 이 예물이 어떤 의미를 가지고 있는가 확인하고 그 속에 기도 24의 축복 가운데서